こんにちは、チョメです。ホグワーツのキャリアでやっていきます。パート4分の3からです。バタービールはただよ、今だけね。めっちゃ飲んでる。いやー、生徒諸君、どんな話を聞かせてほしいかな。今回自営業の人たちの話を聞くみたいな感じですね。お店の経営は恋に落ちるのと似てるわ。リスクもあるけど、やってよかったって思えるの。皆様はお店を経営したいと思ったことはありますか？人がたくさんいる、自営業に興味を持っている生徒が多いんだな。というより、ただでバタービールが飲めるって聞いたからだと思うけど、自分が上に立つっていうのは確かに魅力的よね。ここで話を聞くことで、トレローニー先生の収拾玉で見たビジョンを理解できるようになるといいんだけど、僕のビジョンで見えたのはデスクだけ。それだけじゃ僕の未来は全然見えてこないよ。少なくともあんたには未来があるじゃない。私なんかビジョンを何も映らなかったのよ。正直不安になってきたわ。大丈夫だよ、メルーラ。きっとお互いにいいキャリアを見つけられるよ。そうか。さあ、話を聞きに行こう。おや、チョメゲームズとミス・メルーラ・スナイドではないか。こんばんは、ミスター・オリバンだ。こっちにおいで。何か聞きたいことでもあるのかな。最初の杖を買いに君たちがうちの店に来たのが、つい昨日のようなことだよ。あれからいろいろありました。そうじゃな、本当に立派な魔法使いになった。ダンブルドア校長のキャリアプログラムじゃが、実はわしもかなり興味があるんじゃ。これまでいろんな話を聞いたと思うが、一言で言うと、どんな気持ちだ？いや、ワクワクしたにしとくか。すごくワクワクしてます。魔法使いのキャリアについてたくさん学んだし、興味深い人とたくさん会うことができました。それは良かった。ホグワーツの外の世界について知れるのが、こういうプログラムのいいところじゃからな。ところで何か悩んでるようじゃな。キャリアプログラム中とはいえ、普通の悩みとは少し違うような気がしておる。メルーラも僕も自分の未来を知りたくて、トレローニー先生の水晶玉を覗き込んだんです。そこで見たのが、なんだかよくわからなくて。ゲームズはデスクが見えただけ。私に至っては全体的にぼやけてたんです。それは興味深い。自分の未来を知ることは、やはり、諸刃の剣じゃな。占い学についてはアドバイスしてやれんが、ケリアのことなら手助けできるかもしれん。3時間星3個で合格。オリバンダーのアドバイスを聞く。こっちも、あらかじめ始めておきます。で、星3個で止める戦法です。この期間限定クエストの場合は。わしもデスクを使っておるよ。じゃが、古い杖の山で埋もれておる。店を経営するのは難しい。祝日も大体は仕事じゃ。お店を経営するのはキャンディーほど甘くないんだよね。まあそういう時もあるけど、キャリア選びが杖選びぐらい簡単だったらいいな。自分が上に立つといえば聞こえがいいが、何でも自分の好きなことをやれるわけではないぞ。私は幅広いお客さんが喜んでくれるように商品を揃えてるんだ。私にはもう未来がないんじゃないかって思えてきた。キャリアプログラムの参加者以外はちゃんとバタービルの代金をもらうわよ。一人で酒場を経営することがどれだけ大変か、他にこんなきつい仕事はなかなかないわよ。うちの店は君に救われてから繁盛してるよ。いろんな意味でキャリアと杖は似てるんじゃないかな。いい杖と同じように自分に合うキャリアを見つけたらピンとくるはずじゃ。オリバンダーはいつも思いやりの言葉をかけてくれるわね。なんとか星3個は貯めれそうな感じでございますね。右上のエネルギー残りね12分、ちょっとねやばいかなとは思ったんですけどね。よかったです。あれはドミニク・マエストロじゃ。ホグズミードで音楽店を経営してる人だよ。あと11分20秒後ですね。あなたの話をまとめると、自分に合ったキャリアを見つけるのは自分に合った杖を見つけるのとちょっと似てるんですね。うむ、その通りじゃ、ミスターゲームズ。わしは昔から杖が魔法使いを選ぶと信じている。場合によっては同じことがキャリア探しでも言えるんじゃよ。つまりキャリアが僕を選ぶ可能性があるってことですか。君にどんな運命が待ってるかは君でさえもわからないということじゃよ。今はいろいろ試してみるときじゃ。翼を広げて好きだと思えることを探すといい。杖と同じように自分に合うキャリアを見つけたらピンとくるはずじゃ。これだとな。はい、ありがとうございます、ミスターオリバンダー。どう思う、メルーラ。いろいろ試してるうちにこれだって思えるキャリアが見つかるかもしれない。ミスターオリバンダーは簡単に言ってくれたわね。あの人はそもそも杖職人の家系に生まれた人なのよ。
キャリア探しで苦労したことなんてないの？それに、ただぼやけてただけのビジョンだって見なかったのははずよ。まだ自分の未来に不安を感じてるみたいだな。当たり前よ。だから次の説明会は私抜きで行って。本当にそれでいいのか？フリットリック先生が妖精の呪文学の授業に特別ゲストを招いたってトンクスが言ってたぞ。いいから、私のことはほっといてよ、ゲームズ。一人でいろいろ考えたいの。それじゃあまた後で話そう、メルラ。言っておくけど、僕はまだこのことを諦めてないからな。トンクスと話す。急いで妖精の呪文学の教室に来て、プロの決闘士が待ってるわよ。物事に冷静に対処するのはどんな職業でも大切なことよ。うちの授業にはとても特別でとても強いゲストを招いているよ。決闘は危険を伴うダンスみたいなものだよ。生きてるって実感が湧くんだ。こんにちは、チョメ。やあ、トンクス。次のゲスト講師の話が聞けるのが楽しみだわ。こんにちは、皆さん。私の名前はエブリン・スターリング、プロの決闘士よ。あの人は覚えてるよ。フィリットイック先生と決闘するためにホグワーツに来た人だ。惜しいところで負けたんだよな。この呪文の講義は目が離せないわ。トーナメントで決闘しなくても高い決闘技術を必要とするキャリアはたくさんあるわ。それを踏まえて私の実演を手伝ってもらいたいの。二人ほどボランティアしてもらえないかしら。警備員とか呪い破りとか闇払いとかそういうのを目指しているのなら、あなたの実力がプロと比べてどれほどのものか教えてあげられるわよ。トンクス、ボランティアしよう。ええ、そうね、チョメ。私の決闘技術が闇払いのものと比べてどうなのかずっと知りたかったの。ミス・スターリング、僕たちがボランティアします。おお、いいですね。ありがとう。それじゃあ二人とも全力を尽くしてね。あなたたちの能力を評価して感想を言ってあげるわ。高い決闘技術を必要とする職業につけるだけの実力があるか教えてあげる。8時間星5個で合格、決闘を実演する。いい動きだな、トンクス。でもまだまだ、これからだぞ。エヴァリン・スターリングほどいい決闘コーチはいないよ。闇払いはこんな感じで決闘するのかな。手首をしっかり上げて、隙を見せてはダメ。これからは何があっても、あの二人を軽く見ないようにしよう。ディエゴも決闘のチャンピオンだからね。くらえ。この次の技は決闘クラブで習ったもの。全力でかかってきてちょめ、私も手加減しないわ。君たち二人がそうやって決闘してるのを見ると、自分の若い頃を思い出すよ。みんな拍手ずっとしてくれてる。君たちがすぐにボランティアしたな。僕は手を挙げる間もなかったよ。ディエゴもやりたかったのかな。トーナメントではフリットイック先生にしてやられたけど、もう二度と油断はしない。次に繰り出す技が相手にバレないように、体の位置に気をつけて。あのトーナメント以来ミス、スターリングから何度も再生を申し込まれてる。今のは良かったわよ、ちょめ。危なかったわ。いや、こういうのは楽しいですよね。集めとこう。すごく良かったわ、二人とも。平均を優に超える実力ね。あなたたちがまだ学生だなんて驚きよ。大会に出られるぐらいの実力があると言っても過言ではない。大会か、そんなの考えたこともなかったわ。あなたは決闘トーナメントで戦うってアイデアどう思う、チョメ。いやー、正直ね、楽しそう。ちゃんとしたトーナメントで決闘するなんて楽しそうだよ。そうね、技術を磨くのにも良さそう。トーナメントに出る出ないは置いといて、私はとにかくあなたたちの決闘技術の高さに驚かされたわ。ミス・スターリング、僕たちの技術はその闇払いのと比べてどうですか。まだまだ力を伸ばさなきゃダメだけど、基本的な面では二人とも闇払いになれるぐらいの素質があるわ。素晴らしい。でも闇払いになるためには決闘技術だけじゃダメよ。たくさん勉強しなきゃいけないの。練習を重ねて自分の弱点を克服する必要もあるし。弱点？ええ、誰だって改善しなきゃいけない面があるものよ。自分の強みをさらに高めるのも大事だけど、真の決闘士は攻撃、防御、戦力のバランスをうまく保っているものなの。バランスを保つのは決闘士だけに限らず、他のキャリアでも大事なことよ。わかりました。将来のキャリアを考えるとき、それを念頭に置いておきます。決闘のパートナーをやってくれてありがとう、チョメ。それとあのデスクが何なのか、このプログラムを通して突き止められるといいわね。ありがとう、トンクス。それじゃあ僕は次はペギーと合流するよ。どうやらスネープ先生が僕たちに挑戦を用意したみたいなんだ。
メルーラも来るならついでに様子を見ることができる。あんまり沈んでないといいけど。フェニーと合流するチョメ、魔法薬学の教室に来て、いいものが見れるわよ。メルーラは来てない。まだキャリアプログラムの説明会に戻る気になれないんだな。この説明会が終わったら様子を見に行こう。あの未来のビジョンが何を意味するのか、すごく不安そうにしてたから。左上なんかいろんなの置いてますね。魔法薬作りは芸術だ。それでいて科学的な面も多少持ち合わせている。単にホグワーツで習う科目というだけではない。スキル、才能、本心さを持つ者ならこれをキャリアにすることができるのだ。しかし魔法薬の調合師となり、プロとして魔法薬を作れるのはほんの一握りだけだ。それを踏まえて君たちの調合師としての才能を見せてもらうために魔法薬作りの挑戦をいくつか設置した。おそらく大半が脱落するだろう。いやーペニー、機嫌が良さそうだな。ええ、チョメ、自分の情熱を再発見できるような気がしてるの。つまり魔法薬だな。その通りです。トレローニー先生の推奨玉でビジョンを見てから、ヒーラーになるのが私の運命かもしれないって考えてた。うん、そうだったな。でもヒーラーの説明会の後も君はまだそれを受け入れられないでいた。あの後ここに来てスネープ先生が皆に受けさせる魔法薬の挑戦を事前にテストするのを手伝ったの。ということはもう合格したのか。もちろんよ。その挑戦をテストすることで魔法薬作りが本当に大好きだってことを再発見できたの。だから予言なんかに振り回されないで、自分がやりたいと思うことをとことん追いかけることにしたわ。私もペニーが何になるか知ってるんですよ。この時のペニーはヒーラーの姿だったらしいですよ。だから自分の実力で道が変わるんですよね、やっぱり。私は魔法薬の調合師になる。あなたもそれが情熱ならきっとなれるわよ。うん、僕の未来のビジョンにはデスクが映った。魔法薬の調合師はおそらく仕事の一環としてデスクを使うんだろうな。そうそう、そうやって前向きに考えるのよ、チョメ。ミスター・オリバンダーと別の説明会で話した時も、いろんな可能性を考えるべきだってアドバイスしてもらったよ。僕に魔法薬の才能があるかどうか挑戦を受ければわかるはずだ。3時間星5個で合格、調合師の才能があることを証明する。スネープ先生が近づいてきました。正直これ何が何だかわかんないです、私。瓶の色に惑わされないで。腕のいい魔法薬の調合師ならこれらの魔法薬の名前を全て簡単に当てられるだろうか。これはウィゲンウィルダ薬みたいな匂い。いや、これはおできを治す薬だ。ウィゲンウィルダ薬は私わかりますよ。この挑戦に合格するには僕が持ってる魔法薬学の知識を全て使う必要がある。魔法薬は見た目だけじゃ名前を当てられないものもある。この名前をできるだけたくさん当てることが僕の挑戦だ。次の挑戦へ進むにはこれらの魔法薬の名前を当てるのだ。ここで応援してるわチョメ。ただあんまりヒントはあげられないの。でも楽しそうですね、このクエスト。スネープ先生がこれを選ぶのを手伝ったのを、名前を当てるのがあなたの挑戦よ。ミンの色に惑わされないで。なんか以下略になりましたね。じゃあどんどんちょっとやっておきます。おお、いいね。チョメがなんか発見したような感じの顔してるね。次の挑戦へ進むにはこれらの魔法薬の名前を当てるのだ。瓶の色に惑わされないで。シーンがちょっと変わりましたね。これらの材料をきちんと準備できれば合格だ。魔法薬の調合師は材料を正確に準備できるものだ。これは知らずに潰せばきっと汁が出る。魔法薬は材料はきちんと準備しないとうまく作れない。ちゃんと正しく準備できるようにもう一度測ろう。毒性がある部分に触れないように気をつけないと。きちんと準備することで魔法薬作りの成功率が上がるのよ。あなたならきっとできるわ。すごいわ。あなたは魔法薬の調合師になれるわね。魔法薬の調合師に助手を雇って準備作業をさせるかな。最初の挑戦に合格したけど、これはさらに難易度が高いぞ。これらの材料をきちんと準備できれば合格だ。これなんか星5個で3時間で合格なんですけど、星の溜まるスピードちょっと遅くないですか。ちょっと気のせいかな、私の。落ち着け。手順を読んで手がかりが聞こえてこないか耳を澄ませるんだ。これは水薬っぽくないな。魔法書はこの魔法薬の使用を厳しく規制している。君は2つの挑戦に合格したが、3つ目は比べ物にないぐらい難しいぞ。手順によるとほんの数滴で真実を明かすことができるらしい。
魔法薬の名前が消されているけど、名前は3文字っぽい。真実薬かな、今の読んでたら。あなたはすごくよくやってるわ。それが真実よ。真実は必ず見つかるわ。どの魔法薬を作ってるのか知らずに完成させてるのが最後の挑戦だ。これは強力な魔法薬みたいで。きちんと作ればこの魔法薬はたった3滴でその効果を発揮する。さあ、結果が気になる。やばい。私あと35分なんですけど、エネルギーがちょっと足らないかもしれない。あ、広告見て頑張ろう。魔法薬はもう少しで完成だ。手順はあと一つだけ。これ失敗したらどうなるんだろう。よし、終わった。驚いたな、ミスターゲームズ。私の挑戦を予想以上にうまくこなしている。だが、才能があると証明したいのなら、今完成させた魔法薬の名前を言うのだ。大丈夫よ、チョメ。あなたならきっと真実を見つけられるから。ミス、ヘイウッド。すいません、喋りすぎました。もうほぼ答えだったよね。ミスターゲームズ、今作った魔法薬が何かわかるか。これはね、一番右ですね。この色も、匂いもない薬は真実薬以外にありえない。最も強力な自白剤だ。よろしい、ミスターゲームズ。私の予想に反して正解だ。もしかすると、君には魔法薬の調合師の才能があるかもしれない。ありがとうございます、先生。チョメ、やったわね。いろいろ手を貸してくれてありがとう、ペギ。すごいわよ、チョメ。大半の人は二つ目の挑戦に合格できずに脱落したのに。ところで、君がトレローニ先生の水晶玉で見たビジョンに振り回されずに前に進めているようでよかったよ。君のヒーラーが映ったビジョンが間違っているのなら、メルラと僕が見たビジョンも間違っている可能性がある。そうかもしれないけど、私のビジョンがまるっきり間違ってたと言い切れるかどうかわからないわ。解釈の仕方によっては当たってるかもしれないもの。どういう意味だ？ビジョンの中の私は魔法薬を手に持ってて、ヒーラーに囲まれてたけど、私自身はヒーラーの仕事着を着てなかったの。あ、それは当たってるかもしれない。あまり言わない方がいいか。つまり患者さんのために魔法薬を作る魔法薬の調合師だって可能性があるわ。なるほど、ビジョンの解釈を変えることで全く違う意味を満たすことができたんだな。そうよ、あなたとメルーラの場合でも同じことができるかもしれないわ。ありがとう、ペギー。君とこの話ができてよかったよ。もちろんよ、ビジョンの別の解釈が見つかるといいわね。メルラを探しに行こう。次の説明会は呪い破りの実演だから、きっとそこで会えるはずだ。呪い破りの説明会に行く。呪い破りの説明会に急いできて、もうすぐ始まるわよ。訓練場になんかいろんな、みんな集まってますね。メルラ、ゲームズ。トレローニ先生の水晶玉で見たビジョンで不安になってるのはわかる。でも僕が力になれると思うよ。さっき説明会でペギーと話したんだ。ビジョンの解釈を変えれば、もしかすると。今はビジョンのことなんて話したくないわ、ゲームズ。とにかく自分に合う仕事がどういうものなのかを知りたいのよ。いやー、生徒諸君、私はセシル・リーだ。魔法省の狼人間捕獲部隊で働いている。セシル・リー？覚えてるぞ。狼人間問題を解決するためにホグワーツに来た人だ。でも正直そんなに助けにならなかったな。この説明会をするはずだった呪い破りのエキスパートは厄介な呪いにかかってて要請せずには得られなくなったんだ。その代理として私に白羽の矢が立った。呪いといえば他にも呪いで苦しんでるのが誰か知っているかい？狼人間だよ。狼人間を見かけたら近くにいる大人に知らせるんだ。近くに大人がいなければ。なんてバカらしいの。あんたが呪い破りの説明会をするなんて。ゲームズと私は1年生の時から呪いを調べたり破ったりしてるのよ。あんたなんかよりよっぽど呪い破りのことに詳しいわよ。僕たちはエキスパートとまではいかないけど、確かに呪いを破るのは素人じゃないよな。期待してたエキスパートでなくてすまない。だが圧倒驚く実演は約束できるよ。そのために呪われた靴下や役立つ指示も託してもらってるんだ。呪われた靴下？ああ、履き心地もいいもんだ。で、あれ？靴下は履いていいもんだったかな。もうびっくりした。これが呪われてるのか。逆さまになっちゃったよ。結局助ける羽目になるのかな。ミスターリー大丈夫ですか？
心配はいらないよ。これも実演のうちなんだ。本当かな？だが君たちは呪いに詳しいみたいだから、君たちがこの講義を代わりにやってくれないかな。いや意味ないじゃんそれ。何をすればいいんですか？呪い破りについて知ってることを説明してくれ。周りがパニックに陥らないように自然に振る舞うんだよ。呪い破りの指示も自由に見てくれ。この呪いの破り方とか役立つ情報が載っている。あ、でもこの情報を見れるっていうのはいいですね、すごく。8時間星5個で合格、呪いを破る。グリーンゴッツの呪い破りになるには魔法のトレジャーハンターになるような感じだ。もう少し辛抱してください、ミスターD。メモは読みづらいけど、リベラコーパスって文字が見えると思うわ。中には何百年何千年も続く呪いがあるの。この言葉はなんだ？リベラコーパス？こんな汚い字は見たことがない。呪い破りは、呪いを破るんだ。それでお金を稼いでいる。グリーンゴッツの呪い破りは宝を探して世界中を旅するんだ。グリーンゴッツの呪い破りは数占いを勉強する必要があるってここに書いてある。おいっ子のバーナビーがこの姿を見たら、恐怖の部屋のせいで学校中にマネ妖怪ボガードが大量発生してたわ。呪いを破るには勇気、共感性、知識が必要だ。呪いを破るにはその本質を理解する必要がある。ここに反対呪文はリベラコーパスだって書かれてるわ。呪われた部屋のせいでホグワーツの一部が凍ったことがあるわ。このことはホグワーツの先生に言う必要はないからね。もう少し辛抱してください。結論を言うと、大半の呪い破りはグリーンゴッツ魔法銀行で働いてるんだ。魔法がかけられた宝を探して世界中を旅し、それを守る呪いを破る。危険な仕事だから勇気がないとできない仕事だよ。知識もね、知識がなければ破ろうとしてる呪いの本質を理解することはできないわ。呪いがかけられた人を助けることもあるから、共感性もなきゃダメだ。共感性はあってもなくてもいいと思うけど、あって損はないわね。素晴らしい講義だった。この二人に拍手。それでは次はこの呪いを破ってほしいんだが、どうかな？確か呪い破りの指示に反対呪文が書かれてたと思います。それなら早速頼む。この呪いを破る反対呪文が何だったか思い出せるか？皆さんわかりますか？こちらはですね、リベラコーパスですね。僕の記憶違いでなければ反対呪文は唱えましょう。これ何気になぞったの初めてかもしれない。リベラコーパス。助かった。君たち二人のおかげで呪い破りについて随分と学ぶことができたよ。あくまで個人的な意見だが、君たちは将来呪い破りになれるんじゃないかな。ありがとうございます、ミスターリー。そういえば、呪い破りがデスクを使うか知りませんか？メルラと一緒に見た未来のビジョンをどうにか解釈しようとしてるんです。僕にはデスクは見えて、メルラのビジョンはぼやけてました。僕のビジョンに出てきたデスクは死ぬほど退屈な仕事に就くことを示してるんだと考えてます。呪い破りもデスクを使うと思うよ。狼人間捕獲局の職員もな。デスクの仕事だから楽しくないとか危険がないとは限らない。デスクはいろんな仕事で使われてるからな。ぼやけたビジョンに関してはどう考えればいいのかわからないがな。そうですか。ありがとうございます、ミスターリー。どうも、メルラ。呪いがしっくりきそうか？呪い破りね。いない。メルラは呪い破りさえピンとこなかったのか。キャリアプログラムはもうすぐ終わりだっていうのに。急いで見つけなきゃ。プログラムが終わる前になんとかメルーラの将来への不安を拭ってやりたい。これでパート3を完了しました。褒美は以下の通りゲット。次回パート4遊んでいきます。まあ裏でカエルチョコのやつもねやっております。説明会に行く。もうすぐ始まるぞ。急いで地下牢に来てくれ。